ネタバレ注意、ワンピース1061話の内容を含みます。ご注意ください。それでは、ワンピース1062話ベガパンク、まさかの、に対するみんなの反応を見ていくぜ。全部で6人いる模様。セラフィム熊の髪ルナーリアなのに黒だと思って気づいたんだが、もしかしてカツラなのか？おだっち可愛い女の子描くの上手くなったな。多分本体の性格や考えを6つに分割して分けた。少女の生身しか使ってないの生々しすぎるわ。他に4体いる。きっと全員美少女。オリジナルのベガパンクも女か？男。分身体は女。男と明言されてる。これ絶対ベガパンク仲間になる流れじゃん。フランキーとかぶるやん。しかもベガパンクの方が完全上位互換。6人全員女で本体はありきたりなジジイかな。釈迦は男っぽいが。ベガパンク数人くらいは死にそう。熊のセラフィムまで作ってるのかよ。新旧の七部会揃えてたら厄介だな。黒ひげもやばいし。七部会全員分セラフィム作ってるのかな。ふっ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 ふ。あれはいらねえ。鳥かご強すぎる時点で。果物の能力は引き継がれないでしょ。なんで四項の因子使ってるのにこんな弱いんだろうとなるバギーセラフィム。世界一の科学力でもキャプテンバギーの強さは再現できないんだとモブが解釈する。さすがはキャプテンバギー。500年程度の技術では再現しきれない実力のお方。なんでルフとサボの関係知ってるんだ？マリージョアで何か話したんだろうか。したんじゃない？熊の娘ってことはサボと幼馴染みの可能性もある。ああ、革命軍時代か。本体は死んでフランキーがそれを引き継ぐ。ベガバンク政府にとって用済みになったか。握手じゃん。ルッチが舐められまくってる風潮を覆せるよう頑張ってほしい。スモヤンはもう無理そうだし。ベガパンクが世界政府とたもとを分かったからルッチが殺しに来たわけじゃなく、ベガパンクは現在進行形で政府のお抱えとして、希望予算が満額もらえないことに文句言いつつ開発してるけど、もう政府イムはこれ以上ベガパンクを必要としてないってことか。今さらルッチとか小物すぎて。強さは折り紙付きよ。あんまし楽しい感じの感情当てられた子いないな。コピーに任せて自分はめっちゃ楽しく遊んでるのかな。世界政府パンク殺す流れなのかよ。握手すぎる。ルッチは電電虫の取り扱い方でも勉強してろ。今さらルッチなんて秒殺でいいだろ。釈迦と仏様が関わりあるとかは、ないか。黒子やエネルは今でも人気あるけどルッチはガチで嫌われてんな。人殺し大好きな政府の犬だからな。ベガパンクのクローンがどれもことごとく可愛いのなんなんだよ。ありがとうございます。ベガパンク絶対趣味いいわ。あとはカタクリみたいないい勝負しそうなのもいると嬉しい。小ボスで不人気争いしたらワポルとルッチとホーディの三強になりそう。フランキーいるし一時共闘とかはあっても仲間にはならないんじゃね。ベガパンクというか仲間になるとしてドイツがという問題がまた浮上するぞ。研究費欲しいならその体使えばスポンサーのパパたちが湧きそう。つかベガパンクは本体含めて全員エッグヘッドにいるのか。本体は G さんだけどその本体は偽物で本物は1から6号か他のモブの中に隠れてたマトナオチありそう。七部会もベガバンクももういらねえ。こりゃ完全に古代兵器復活してんな。ベガバンクはクマ改造した張本人なんだから仲間サイドにはならなさそうだけど、クソガキ呼びだからやっぱセラフィムクマも見た目子供なんだな。オリジナルの半分くらいのサイズかな。推定肉体年齢8歳でこの大きさだと成人したら巨人よりでかくなるんだろうな。ソードと CP レイがバトルしそうな感じ出してるし、コビーとルッチやカクとヘルメッポが互角くらいのバランスがちょうどよく見える。アトラスの髪型歌に似てるな。ベガパンク何人もいた。まあ予想通り複数人はいたな。6人は案外少ない気はするが。スチューシーおばさん絶対強い。カイドウ倒した後にルッチなんて雑魚でしてどうすんだ。どうせかませだろう。カイドウと比較したら全員雑魚になるじゃん。タイマン最強がカイドウなんだし。もう必要ないからベガパンクを処分するはどう考えても握手だろ。シーザー追放したのはシャカあたりかもな。そこはステラじゃないの？ルッチのキャラもうわけわからんな。エニエスロビーで無駄口を嫌ってたのはどこに行ったんだか。ルッチは本当にもういいよ。あと格はできれば CP 以外に転職してほしかったなぁ。ボニーと気が合いそうだな。仲間になれ。プレイなんてもうゾロ3時より遥か下の雑魚集団が敵じゃなぁ。セラフィム完成したからもうベガパンクいらないってこと？クプより海軍見せろ。少なくともリリスちゃんはゾロやロビン以下の戦闘力な上に相手の実力を察知する能力も薄いことは分かったな。
ルッチの強さはまあおそらく飛び6砲くらい。超好意的に見積もっても4砲最高幹部くらいが限度だろうから。え？今さらその程度？にしかならんからな正直。ルッチさん今の道力はいくつですか？ベガパンクの分身って全員美少女なんだろうか。ベガパンクの趣味で、わしみんな可愛い。核も今戦ったらゾロに前より軽くやられてしまいそう。ポニーもう完全に味方だな。ルッチは扉絵で退場しとけば普通に良キャラだった。一人称リリスがわしでアトラスは俺なんだな。一応個性というか完全な別個体になるのか。アトラスちゃん髪の毛歌みたいな色分けだな。オダッチの核女の子可愛いじゃん。オダくん見直したぞ。サテライト6人とステラが1人で7人合わせてドクターベガパンク？欲のコークはコカ・コーラからかな？クマはまたおもちゃにされてんのか。どんどん若くて可愛いキャラが増えていきますね、ハンコックさん。エッグヘッド編は可愛いキャラ多いな。見た目が可愛いからベガパンクの1人でもさつったらルッチへのヘイトが今の日じゃないくらい上がりそう。はい。君たちもうヤマトのこと忘れてるよね。怪獣使うとかポセイドンじゃん。金遣い荒いから消すって感じ？欲が欲はそのまますぎる。ベガバングリリスだけ仲間になりそう。まあ悪だからな。海賊になるなら悪だろう。他の連中の口調からしてリリスちゃんは純粋にジジイ口調美少女でいいのか。スチューシーの活躍はちょっと見たい。ルッチはいらん。スチューシーの方がいい。サニー側はゾロならサツレル行ってもどっちみち船壊されたら終わりだけどどうすんのかね。というかなんでわざわざ弱点さらしてるんだに。アトラスはなんか新鮮なデザインだ。性格はみんな違いそうだな。ベガパンクケスとか穏やかじゃないな。マリージュは荒れすぎやろ。リリスちゃん可愛い。セラフィム作った人間を政府が消すのか。釈迦はなんとなく男な気がするがな。1聖釈迦、2アクリリス、3ソーエジソン、4チクタゴラス、5ボーアトラス、6ヨクヨーク、誰に仲間になってほしい？待て、全部見てから考えよう。この海では様子見なんかしてる奴はどんどん置いていかれるぞ。全員の姿を見ないことには判断できないな。全部だ。釈迦は女であってほしい。この性格で女の子とか最高やん。ベガパンク多いな。ボニーが可愛い。仲間にならないかな。悪担当のリリスちゃん。でもこんな可愛い子をゾロは切ろうとしてるんでしょ。むしろ全員女の子でも良い。とりあえずリリスとアトラス合わせて10億で買うえ。髪色が左右で違うキャラか。リリスちゃん表情豊かで大好き。やっぱりたくさんいた壁がパンク。シーザー追放したのはシャカかステラか。リリスいいよね可愛い。ひどい目にあってほしい。一はさすがに男っぽい。セラフィム作ったからもう用済みってことかな。多分莫大な研究費で政府もどうにかしたかったんだろうし。セラフィムで海賊時代終わらせられるともう思ったんだろうな政府。じゃ金食い虫のベガパンクは邪魔だ。アクリリス、聖釈迦、ボーアトラス。ここだけ見てもやっぱネーミングセンスは普通じゃないよねオダ。よくある神話くくりとかでもなくて無軌道だけど覚えやすくて良い。6体が衛星サテライトだからその本体がステラってわけか。なんか歌デザインを匂わすキャラデザ多いなベガパンク。ファンサービスかな。